何時やと思ってんの、観戦しなさいよ。こんばんは。アーカイブを見る時間がないじゃないかというぐらいね、昨日夜中にやりましたけども、今日はこんなお時間からやっていきたいと思っております。今日は福岡ソフトバンクホークスとの戦いということでございまして、水木ちゃんこんばんは、そして福通班もこんばんはでございます。ありがとうございます、いつも。さあ今日もね、大切な試合でございます。スバル班こんばんは、どうもどうもね、最近見始めていただいたスバル班ありがとうございます。仲良くなってくださいね、皆さんとね、ぜひ。さあそれでは行きましょう、 KP を参りましょうね、3連勝を祈りまして、 KB クー、お水です、今日もお水。 KP とは乾杯という意味でございますね、クセラーさんの中で。アーカイブなんとか見れました、水木ちゃん、ほんまかいな、すごいな。それでは行きましょう、ゲームこちらでございます。よし、すいませんね、昨日もちょっと僕もアーカイブ確認するとガチにね、もちろんやっておりますから、なればなるほどこう喋らなくなってるというね、すいませんね、ええ、すいませんなればなるほど全然喋ってないやないかって思いましたけどもね、入り込みすぎてね。今日は 3.5 ゲーム差、ヤクルトとの 3.5 ゲーム差でございますけれども、相手は交流戦で福岡ソフトバンクホークスということになります。うん、ケラーどうしてんねん、ケラー元気してんのかな。さあ選手登録のやつ、あれ言うてくれてたやつをちょっとやりましょう。打順のやつね、まずね、これ打順のやつはこれか、これやな、まさにこれですよ。打順がおかしいの、まあ、一応いつもの組んどいて、ね、今は調子が関係ないので、しかも DH やな、これ DH の場合ね、丸田、大山、糸原、佐藤輝はここで、左英語しいいですね、そうやろね、陽花はこうか、こうだね、これでコピーっていうやつかな、ちゃうな、あ、確定していいですか、いいです、あ、これやね、茹でたやつ、ベストオーダー1、野手1軍登録が関係ない、野手、え、合ってんのかな、 OK、 これで、なんやこの打順は、 DH なしオーダー、これもやっとかなあかんのか、そういうことになりそうですね。近本、中野、マルテ、こうか、左にエゴシ、板山、こうじゃないですか、これでいいのかな、なんかちょっと分からへんなってきた。ピッチャー、そして秋山くんの状態はどうなっているのか、全然集中してください、ありがとうございます。秋山くんが厳しいのかね、え、厳しいのよ、もう高橋投手もあかんし、まあアルカンタラを上げたいけどガンケルいるしな、マルテを下げるのもな、最近活躍してるしな、いろいろどうしていくかですね。誰をあげるんだよ、チェン、いやいや外国人枠がやっぱりあるしな、西純也、その可能性もあるけど、一回休ませるのか、いやそのままにしとこうか、なんか状態とか見れへんのかな、これはいいです、行きましょう。ちょっとよくわからんけど、新ロスト班に教えてもらおう新鮮班どうもこんばんは、おっさん、福岡ソフトバンクホークスの戦いでございます。6月7日ピッチャーウィルカーソン、ピッチャーウィルカーソン、よし、坂東投手ですね、
ハンド落として右やったよね。調子悪いなみんな。サトテルは下げます。そうなって、マルテも下げるか。調子悪いな。おっと、イタちゃんは、イタちゃん調子いいね。イタちゃん調子いいね。イタちゃんはじゃあ、イタちゃんは入れておくよね。で、ヨーカは、なるほど。ああ、厳しいね、なかなか。なかなか厳しいですね。なかなか厳しいけれども。これでいくか。なんかすごい打順やけど。ちょっと。ちょっと待ってくださいね。いや、いいんじゃない。ちょっと、これでいこう。バンク、あ、これね。よし、ちょっと調子悪いけどみんな頑張ります。福岡ペイペイドームには大観衆が詰めかけています。これも作ったやつかな。福岡ソフトバンク用に多分。タイガースの1回戦です。ちゃうかな、覚えてない。小宮山悟さん、里崎智也さんの交流戦 DNA が1位。お伝えしていきます。お二人どうぞ。あ、でも優勝あるね、まだね。小宮山さん優勝ありますね。まずはホークスの先発、バンドを投手。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか。どんな感じでございましょうか。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。まっすぐ、ストレート、はい、先に流れをつかむか。149、この辺り見ていきたいと思います。カーブね。ストライクになります。カーブは捨てます。ワンワン、オッケー、インサイド落ちました。オッケー、ナイスバッティング。まっすぐね、はい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 、オッケー。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには中野、そして一塁ランナーは近本。ツーシーム、まあ盗塁もあり得るんで。ツーシームね、動くね、動いてくるでしょうか。結構ボールボール、ここはバッ、うわ、ど真ん中出た。ど真ん中出たよ。打ちました。やばいやばい、ゲッツー。中野くん大丈夫やろ。アウトか。うわ。一塁転送、アウトダブルプレー。うわちゃー。やってもた、いきなり。タイガースダブルプレーで。なんかボール動いてたね。はい。ああ正面。センターライナー掴んで、スリーアウト。なるほど。まあでも。いい感じですね、なんかね。さあ、ウィルカーソンですよ、ウィルカーソン。はい、オッケー、オッケー、オッケー、大丈夫でしょう。三森が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。はい。はい。低めの球、これは外れます。3球目は何で来るか。おっしゃー、はい、サード、ワンアウト。バッターは2番に入っている上林。はい、まずはワンアウトを取っています。はいはいはい、ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、さあどうか。で、バッターこれはどうか。うわー、あかんか。鋭いバッティングでございました、グラシアル。外から入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。はい、アウトや、これはアウトや、余裕。はい、オッケー、やったぜ。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。よし、ウィルカーソンカーブ、よっしゃー、完璧。コントローラー OK ですね、大丈夫ですね。2回表に入ります。大丈夫大丈夫、コントローラー。バッターボックスには4番大山。大山、さてホークスの先発はバンド。これが公式戦3度目の登板となります。小山君のこれが合わないんだよな。前回の登板は4イニング投げて自責点3、負けがついています。あかん、ボールや、ボール球でした。今宮アウト、ワンアウトです。バッターボックス、さあ糸原。バンド、まずは先頭バッターを打ち取っています。糸原君、ボールボール。最初は変化球できました。糸原、ボールボール、はいはい、オッケー。持ってきました。ボール先行です。よしよしよし。いいね。ちょっと沈むんやな。ツーシーム、ツーシーム打てるといいですね。さあマルテ。6番マルテ。
ヒットでランナーを一塁に置いています。どう、よっしゃ、ゴー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 、よし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 、オッケー、マルテ、マルテ、オッケー、はい、サトテル、これはゲッツーだけ嫌よ。さあ、これはあ、やばい、マルテ、二塁アウトやぞ、危ない、大丈夫や、よしよしよし、オッケー、タイムリー、サトテル、サトテル、タイムリーヒット、ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。よしよし、うん、そうですね、これもいいんじゃない。オッケー、ストップストップ、マルテや、危ない危ない、走ってる、危ない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 、さあ陽川は三振を取りたいですよね。 DH がない、 DH やからね、ピッチャーがない、うわ、いいところへ決めてきます、ストライクです。あれ、緩いボール決まっています、膝元、ここはあっという間に追い込んでいます。ボール、よし、こういう場面ですから、頼むヨーカワ、ボール、危な、ヨーカワ頼む、次も低めで来るんでしょうか。ああ、危ない、ナイスカット、ナイスカット、カーブは2ボール2ストライクです。どう、よっしゃ、よっしゃ、ストップストップストップショー、ストップショー、オッケー、オッケー、いいね、いいね。そして近本ちゃんですよ、みんな。これはもう期待できるよ。近本、ボール。大量得点いこう。ソフトバンク強いから怖いよ。よし、ゴー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 。セーフやろ。OK、1点。はい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 、追加点。OK、OK。それでいいです、ヒットじゃなくてもね、点が入ればいいんです。中野くん絶好調、生きた、いやー、生きたかった今のな、赤、いやー、最初のやつやな、打つとしたら、よしよしよし、オッケー、ウィルカーソン、ギータ、バッターは柳田、怖いよギータ、ビハインドで迎える2回の攻撃です。ギータ怖い、雰囲気だけすごいある、うわ怖、なんかもう怖いね。抑えてワンアウト、オッケー、バッターは DH デスパイネ、まずはワンアウト、デスパイネ、ロッテ時代のね、初球はボールになりました、ロッテ時代を持っています、デスパイネ、これはバットが泳ぎます、てい、よし、高めストライクになります、ワンボールツーストライクです、ちょっとボールでもいいねんけど、でや、よし、落ちました、これはどうか、オッケー、中野くん、うわ、また出た、これはショートの、まあ取るまでオッケー、エラーなんや、ヒットでしょ今のは、かわいそうやな、栗原、エラーでランナーを出しています、よっしゃ、ゲッツー、はい、ショート取った、ゲッツー、よし、うさぎパンハン、こんばんは、ゲゲステのゲゲステのチケット取れて、ウキウキのうさぎパンハン、ありがとうございます、申し込んでくれはったんやね、あんずもちはんもこんばんは、いい感じになってますよ、いい感じに、あんずもちはんどうもです、てい、あちゃん、ゲゲステおめでとうございます、てありがとうございます、嬉しいです。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席はショートに倒れています。坂東、まずは先頭バッターを打ち取っています。違う違う違う。ここはストレートを続けていいでしょうね。またね、チケットの方は販売に追加のなりましたんで。入りました。すでにやっぱりね、もう売り切れてるところありますね。あの優先チケットの段階で、抽選になって外れたが、実はここだけの話ね。赤、インサイド打ち上げました、レフトへ打球伸びる、うちの家族抽選に漏れました、2アウトです、うちの実家の家族が抽選に漏れまして、優先先行チケット外れたみたいです。なるほど、そんなバカな、うん、オーケーナイスバッティング、テン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 、いいですね、うー、ストライクかい、ストライクです、ここは狙ってもいいな、あ、ストライクを取ってこれで追い込んだ、うん、あー、下叩いた、
この打球はフライになっています。したたないた。最後はライトフライ。残念なんですよこれね。まあ追加のねやつで余っているという言い方まだ早いですけど、まだねチケットがあるところに行くしかない。ホークスビハインドで迎える3回の攻撃。それはもう平等でございますから、もちろん。アウトロー外れます。ガルビス内へ低めの変化球。ワンボールツーストライクです。これでどうだ。ウィルカソン打ちました。流しました。サード前。オッケー、ナイスカバー。えい。おっと、ポテトさん、今日デーゲームです。いわゆるデーゲーム。そうですね、デーゲームになるのか。この時間はこの時間はデーゲームか。よし、キャッチャー、ありがとうございます。昨日はかなり遅い深い時間までやっておりましたけども、ありがとうございます。ツーアウトになっています。高め。 いいね。もう大丈夫でしょ、これで。ボール2ストライク。どうだ。よっしゃー、マルテ、はいはいはい、いいね。ウィルカーソンがやっぱり。よしよしよし。反撃したい。重なっている、バッチリ重なっている。そうなんです。千秋楽なんかもうね、東京も大阪ももう完売ということで、キャンセル待ちみたいですよ。ボール球やったからちょっと上がらんかったけど、サトテルがいいですね。絶好調。サトテル絶好調。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。チケット当たりますようにクセラーさんに。ほんまに。そうでやってほしい。ほんま全員が申し込んでくれた人全員当たってもらいたいです。今もプレイガイドは抽選になったのかな。まあ得点圏でよく打つバッターですから、投げるコースは間違えないようにしたいですね。はい。おいいね、いい進塁打。 OK、 梅ちゃんいいよ。ワンアウトです。さあ、そして打席には陽川が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、やっぱ人気あるんですね、チケットね。まあ、ここはこのまま締め切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですよね。ボールじゃ。よし、陽川9番陽川って面白い。なるほど。ボール、どういうリードをしてくるのか。おー、いい。ツーボール2ストライク。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。いいんじゃない。オッケー、タイムリーうまい。陽川ヒット。フェイ。オッケー、抑えたかったんですがタイムリーが出て。お、新生班千秋楽ありがとうございましたってことは千秋楽ってことか。アウトコース、ボール。新生班、あ、外を狙っていきました。千秋楽はプレミアチケット。うわー、早かった。ファウルになります。早かった。甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。あ、面白いんじゃない。面白いよ。フライはヒットになりそうだ。センター、よしよしよし、ゴーゴーゴー。はい、オッケー。これで2試合連続のマルチ。いいね。ちょっと一方的なワンサイドゲームになりそうですよ。はい、オッケー。ちょっと遅いな。ちょっとスタート遅かったね。これで3連打。さあ、ワンアウト満塁、絶好調。ボール。まずはボールから入りました。はい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 。さあ、2球目は何か。どう。うわー、早かった。少し早かった。いけるいけるよ。ほらーほらほれほれほれ。セーフ。オッケー。めった打ち。ちょっとめった打ちです。なおも三塁一塁のピンチ。バッターボックス大山。まあ、ホークスとしてはわっしょい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 。いいところに持ってきましたが外れます。あ、インサイド落ちました。これはどうだ。二塁へ。アウトか。うわ、素晴らしいピッチャーの判断。ゲッツーを選択。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。三森がバッターボックスに入ります。はいはいはい、いいね。サードライナーに倒れています。ウィルカーソン、はい、ピッチャー、インサイド落ちました。これは、はい、オッケー。アウト、ワンアウト。ウィルカーソン、上林。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。ウィルカーソン、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。これでどうだ。もう一丁。
見極めたね。膝元変化球がわずかに外れています。はい。違う、間に合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 う。オッケー。ツーアウト。打席には3番バッター、グラシアル。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ツーアウトになっています。ピッ。よし。いい球でしたね。はい。低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクと追い込み、オッケー、オッケー、スリーアウトチェンジ。この回ホークス3人で攻撃を終えています。いい、出た、設定じゃない、設定やないよ、設定変更疑惑はもうずっとついてもあるけど、そんなことはいたしません。ナイスバッティング。俺が打つと、俺が勝つとそうなるんよね。でも強いからね、しょうがないね、それはね。だって強いからね。あー、落ちた？落ちない？落ちたんじゃない？落ちない。うん。たまギャン、毎度でございます。おかえり。あかんか。あー。バッターボックスは8番、はい、梅ちゃん。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドーン、あ、掴み取った、ナイスプレーが飛び出しました。いやー、13安打と、そして1安打。5回の裏、さあホークス、この回は4番から始まります。すごいっす。バッターは柳田。先ほどの打席はソフトバンク相手に、はい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 、ウィルカーソン、オーケー。取ってワンアウトです。バッターは今日 DH に入っているデスパイネ。はい、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ウィルカーソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。もう大丈夫、これでもう大丈夫でしょう。なるほど、はい、はい、センター、イージー、オーケー。センター掴んでツーアウト。バッターは設定変更疑惑感出る。先ほどの打席はあれしましょうか、抜き打ち。まあ絶対やってないねんけど、やってないけど、あの皆さん絶対今これ怪しいやろっていう時、設定お見せします。ええ、設定見せろで、ちょっとその分時間をあれしますけどね。ええ、私は変えておりませんので。あ、飛ぶの、ほらね、設定変えてないでしょ、やないね、今のは操作の問題です。久しぶりのヒット。まず何を投げてくるか。へえ、いいね。ストライクです。はい、うん、間に合わない。ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに1個見せて、これで、これでどう。インサイド落ちました。惜しい。ここもファウルです。これが5球目。これで、はい、ショート、オッケー。中野が、あ、それそれ、抜き打ち、ここまでの抜き打ち、抜き打ち、俺言うたっけ、俺抜き打ち設定公開やってもいいですね。バッターボックスには指名打者の陽川、先ほどの打席でなんか合言葉決めとく。さっきはしてやられましたよね。そのままか、設定見せろ、設定を見せろね、設定見せろで、センターが取りました。抜き打ち設定見せろシリーズ、シリーズ。近本、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドーン、ダメ、下叩いた。ね、ミスって設定変えてないでしょ。2番バッター中野、ワクサ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ね、設定変えてないでしょ。よどいコースに送ってストライク。いやー、ボロボロ OK。いやが。クリーンな配信、そうですよ、教育番組ですからね、全部私のチャンネル番組は教育番組でございますので、はい、そんなことはいたしません。先ほどの打席、よし、セカンド、ピッチャーゴロです。頼む、間に合え、 OK。 アウト、ワンアウトです。バッターボックスは9番今宮。それにしても打たないですね、ソフトバンク、こんなに。ああ、これは間に合わない。ワンバウンドヒットになりました。こんなこと言うと打ち出すね。連続安打、ワンアウトランナー一塁です。さあ、初球は何から入ってくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。うわ、惜しい、惜
しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール、インサイド落ちました。言うと打つ、ほんまにヒットになった。言うと打つんだよね、これ。どういうこと、あんまり急ぎすぎたらあかんよね。勝負を急ぎすぎない。よし、大丈夫。ナイス、当ててる。はいはいはい、ライトが取りました。オッケー、2アウトです。2アウト。バッターボックスには3番グラシアル。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。設定じゃなくてコントローラーの調子ですよね。そうです、コントローラーひどかった、昨日危なかったよね。あれ試合勝ったから言うけど、これでもうこれで終わりだい。うわ、いや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 、追いかけますが頭を越えました。あら、二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。やばいやばいやばい。福通飯いってらっしゃいますし、いってらっしゃいし、仕事頑張って福通飯。うわ、ここで柳田怖っ。一発でちょっとも怖いよ。てよし、さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。そうだそうですよ。釣り玉でしたけど見極めましたね。やばいやばい、あ、ごめんなさい、これはデッドボール。ごめんなさい、すいません。うわ、怖い怖い怖い、ちょっと待って、やばいぞやばいよ。さあ、5点を追いかけ、なおも点差を縮めていこう。よっしゃ、ストレート打った。オッケー、危ない。しかしこの回怖いな、おい、やっぱりちょっと油断はできないよ。設定変えてませんよ、演出かもしれんよ。設定変えてないでしょ、演出かも。噛んだわ。ボール、惜しいボールでしたね。惜しいボールでしたね。どう、あかん、ボール球や。ガルビス、アウト、ワンアウト。さあ、4番大山、5点はもう絶対すぐに取られるから、痛い目を負ったことあるから、もう追加点取れるときに取ろう。どう、あかん、うん、ちょっとまたいつもの感じになってきたね。最初だけ点取って後から追いつかれてくるっていうの嫌です。ピッチャー高橋純平投手に変わってるのね。もうこれ以上打たせるわけにはいけませんね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。うお、まっすぐね。うーい、カーブはやめとこう。カーブは打ちません。ボール、よし、ボールになります。まっすぐでしょ、次。はい、あー、ちょっと内側打っちゃった。柳田が掴んで3アウトです。この回タイガース。さあ、黄色い風船。打席には6番バッター栗原。64球か、7回。ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。よし、サード前進。オッケー、うまい。オッケー、バッターは7番ガルビス。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。オッケー、まずは、はい、正面。オッケー、ツアート。はいはい、バッターボックスは8番カイ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バッター誰？2アウトランナーありません。かいかい。この回のホークス打線ですが、たった3球でインコース詰まりました。オッケー、ショート中野。バッター誰今の？かいかい。中野が抑えて、さあ行きましょう。マルテイ、タイガースの攻撃。打順は6番マルテイ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。抜けろ。インサイド落ちました。これはどう？うわ、抜けない。ガルビス、アウト、ワンアウト。いやー、マジか、すごいとこ守ってるな。打席には7番バッター佐藤。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。いった、どう、ソフト来たやろ。うわー、入らんのか。いやー、福岡ペイペイドームか。今ホームラン打ちたかったな。バッターボックス梅野、絶好調。リードされて厳しい状況ですけど、ここをしっかり来た。はい、来た、タイムリー、梅ちゃんタイムリー。まっすぐ、不用意なまっすぐは無理ですよ、通用しませんよ。オッケー、オッケー。お、早間おはん。風船バビョン、風船バビョン。ガタウセーヨオクベン。ヨーカーのホームラン見たいな。ヨーカーのホームランが見たいな。外の低め見極めます。
さあ3球目は何か。ボールや。これもアウトコース。ボールになります。うわ、それは厳しい。バッター追い込まれています。打ちました。ピッチャーゴロ。一塁送球。うん。アウト、ツーアウト。打順は近本ちゃんですよ、ここで。近本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。はい、ボールボール。外れました。わっしょい、わっしょい。わっしょい、わっしょい。スリーボール。見送っています、ボール。はいはい。低めいっぱい。いやー、どうも。ど正面ショート、これはいかん。さあ、8回に来ましたよ。8回までやってきたよ。まだ大丈夫でしょう。カットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。ほらほら。でもこれで、いつもの。はい。ショート。はい。取った。オッケー。ワンアウトです。打順はトップに帰って三森。前の打席はジャストミートでしたよね。はい。今日はバットが触れてるようですから、どんどん打ってほしいですね。はい。思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ウィルカーソン。まずはワンアウトを取っています。よっしゃ。はい、ベストピッチング。オッケー。ツーアウトになりました。2番バッター上林。先ほどの打席はライトフライに倒れています。はい。いきなりカーブからに来たのでびっくりしたんちゃう？はい、オッケー。アウト、スリーアウトです。よし、ウィルカーソン。ありがとう。ここまでやな。杉山、じゃあ杉山投手。最終回になりましたね。いやもう本当最後ですから、ね。うわすごい動き。あとはゼロで抑えて打線の分岐したいですね。すごい動きしたけど今。そうですよね。はい。打ちました。ここはフライになっています。なんか動きますねボールが最後ね。今宮が抑えています。ワンアウト。三番バッター板山。杉山投手。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。おお、ストレートなのあれが。はい、低めわずかに外れてボール。あれがストレートなの？なんか面白いところ、面白いところ、あれ？飛んのかい。ライト掴んでツーアウト。伸びて伸びて飛んのかい。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め。ああ、打ちました。大山こんな多いな。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。進むの顔がよぎる。3番グラシアル。え？前の打席はカーブをうまく打った。休ませようか。今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。組み立てのポイントになってきそうですね。こんだけウィルカーソンがいいんでね。アウトロー外れます。ティ。惜しいですね。アウトロー際どいところわずかに外れました。シャー。よし。これはバットです。吠えてたよ今。吠えてた。初球打ち。このフライはどう間に合うか。間に合わないか。これで10試合連続安打。際どいコースに送ってストライク。頼むよ。いいね。これで大丈夫やろ。ボール2ストライクです。よし。さあ、あと一人。あと一人。さあ、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ちょっと待て、ちょっと待てよ。なるほど。ガルビス。ガルビス。まあ、最後まで集中して、意地を見せてほしいですね。さあ、後がないこの場面、どういった攻撃を見せてくれるか。よっしゃキャッチャー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 、オーケー勝利ーありがとうございます。よしこれでスリーアウト。よし上林ね、確かに上林いるな、確かに上林いるわ、ソフトバンクに。よしよしよし、1安打完投勝利、ウィルカーソンありがとうありがとう。右上ほら見て、右上進むって書いてるよ、右上進むね。どうでもいいですけども、はい、さあ行きましょう。伊藤将司投手、お 2.5 に縮まった。ヤクルトとのゲーム差が 2.5 に縮まりました。
よっしゃー。え、ちょっと待って、誰やったっけ、ピッチャー。武田投手か。ピッチャー揃とんな。しかし、サトテルが調子悪い。調子悪い選手は下に行きます。やっぱり板ちゃんは、板ちゃんはもうね、やっぱり、かなり私買ってますからね、板ちゃんをね。こうかな、こうかな、こうだね。いや、大山ちょっと下げようか。いや、でも4番が折れへんな。そうなんだ。これいきましょう。いいでしょう。いきましょう。よし、6時何時から始めたの俺は。5時10分から35分か。1試合35分ぐらいか。それぐらいか。お、1ゲーム差になった。交流戦優勝もあるよ。よし、3立て食らわすで。まあそうですよね。そういう意味でも動くね。注目していきたいと思ってますね。池田投手、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。いや、早かった。わずかに右に切りました。ファールボール。ちょっと早かったよ。ワンボール2ストライクです。いや、上げたいかん。上げたらいかん。バッターは2番に入っている中野。2番でもそんな、なんか剛速球っていうイメージがそんでもないのか。動くな。ツーシーム嫌やな。ツーシーム嫌なんですよ。はい、オッケー。中野くん、中野くんはやっぱりいいね。はい、そうですね。その打線は機能してくるんでしょう。はい、丸ちゃん先制行こう。どう、正面か。タッチアップしてしまえ。セーフ。オッケー、ナイスラン。これもヒットでいいですね。ホームランいらない。先制行こう。うーい、危ない。振りかけた。ボール。あー、やった。大山。先制のチャンスがあった。大山。バッターは三森。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。微妙なところを。ああいうゲームの後はね、やけに打つからね、パス。このパソコンやで、コンピューター。際どいコース。次が3球目、気をつけないと。よし、アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。ウィー、これでどうですか。引っ張った。オッケー、オッケー。ワンアウト。そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている今宮。まずはワンアウトを取っています。いいですよ、伊藤さん。今日の先発ピッチャーは伊藤。ここまで6勝をマークしています。ピッ、高め、ボールか。3球目は何で来るか。外に決まりました。ワンボールツーストライク。ピッ、よし、見逃して三振。素晴らしいところ。初球ストライク。いいね、伊藤さん。よし、変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。アウトコース外れました。これでどうだ。カットボール。はい、オッケー。スリーアウトチェンジ。ボールと言って打つ三田さん、ね、はい、ボールって言いながら打つっていう。打つなよ、言ってんだから打つんじゃない。脳とね、この指がね、違うんですよ。うわっ、ボール。インコースを落としました。イタヤンボール。よしよしよし、いいよ。調子悪いんかな。そんなことないか。 OK、 抜けろ。よっしゃー、イタちゃん勝ってるんですよ、私は。はい、ね、矢野阪神でも活躍してほしいな。さあ、ノーアウト二塁、先制のチャンス。うわ、あかん、そっちに打ったらあかん。アウト、ワンアウト。せめて進塁だやろ。そして打席には佐藤が入っています。佐藤テル、アウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。
いやタイミング合ってない。キレがありますよね。そうか、おばカーブか。武田投手といえばカーブやな。ボール低め外れています。ど真ん中。ああ、ちょっとノーアウト2塁で点取ろうよ。ボール、ノートレ、ノートレ最近してないの、そういえばずっとやってたの。ボール、ちょっと点取りたい。あかん、やってもうた。点入らん。こういう試合展開は良くないよ。こういう試合展開あまりよろしくないんです。打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。間に合う。よし、センター掴んでワンアウト。オッケーオッケー、危ない危ない。打席には5番バッター栗原。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。サード、わずかに左に切れました。ファールボール、ワンストライクです。よし、いやこれを打ちに行くのは難しいでしょうね。インローのストレート、ギリ、危ない。ファールボールです。打ちました。危ない、ファール、危ない。危ない、やってもた今の失投。あれ、打ちました。痛烈な打球、行ったな。どうだ、入れます。ライト見送った。先制ホームランです。ホークス、ライトスタンドに飛び込む今シーズン第6号のソロホームランになりました。ベストピッチ打たれましたね。先制しました。1対0。ここ一番の集中力が光ります。タマハン、こんばんは。打たれました。ご覧いただきましょう。いや、打たれました。インサイド落ちました。おっしゃ、ジャンプ一番。オッケー、痛いな。やっぱりゲーム展開がね、完全に向こうに行ってたな。あかんか、ど真ん中。これで3試合連続。ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー牽制がうまいですからね。よろしくないです ね、なかなか。また牽制、一塁はセーフ。て初球空振りです。へっ、うわ、ちょっと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 、さっきと全然違うんですけど。よし、オッケー、はい、大事に。よし、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1点はオッケー。3回に入ります。ちょっとなんか打てそう、タイムリーが出てないな。うわ、タイムリーだね。うーっそー、ギリギリですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ボール、ノーボール2ストライクです。ギリギリですな。全部ボール、はい、大きく外れてボールです。全部ギリギリ来た。オッケー、ヨーカワナイスバッティング。これで4試合連続安打。さあ、しかもチャン、時間をと、ボール、初球ボール、頼むで。続いて目は何で来るか、伊藤、最悪、ファーストライナーゲッツーでした。皆さん見えた、もう 早すぎて分からへん。あが、ファーストが取る。一塁アウトで3アウト。流れがちょっと、赤星さん、流れがめちゃめちゃ悪い。握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで、え、設定変えてない、これ。ちょっと、はい、一気に大きな波を作れるか。打ちました、流しました。設定公開してもらおうかな。レフトが取りました。強なってない。バッターボックスは2番今宮。て、先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。て、先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。て、うわい、うわい、やめてやめて。おいおいおい、どうしたの。ちょっとグラッシュある。いや、これは1球目、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。よどいたはわずかに外れています。で、よし、キャッチャー、はい、柳田。
オッケー、よしよし、さあマルテ、なんか取れそうで取れない。うーん、ヒットは出てるけどね。これ何ちゅうカーブや。よっしゃーマルテ、いいねマルテ、絶好調。よしよしよし、さあ4番大山、大山もちょっとヒットいこう、ホームランいらない。ボール、うわ、変化球できました。あのカーブは私は打てません。どうしゃ、抜けないか。ああ、マルテ遅いからね、ちょっとね。オッケーオッケーオッケー、さあいいですよ、いいですよ。ほら、そして板山ですよ、一番いいバッター来た、そうですね、一番いいバッター来ました。これが2球目、うわ、あれは無理だ。いやー、ちょっと早かったね、早かった、追い込まれたよ。あはー、上がりすぎた。センターフライ抑えてアウト。そうですか、ちょっとちょっとちょっと、こういった形で頼む糸原を切っていきたいですよね。ボール、この場面で打席にはタイムリー、糸原が入っています。センターへ持っていった。しゃー、でも遅い、マルちゃんは遅い。さあセンター前ヒット。さあ誰よ、うまく持っていきました。梅ちゃんが次、あ、佐藤てるか、これヒット狙おう、ヒット狙います。赤、初球打ち。さあサードランナーはどうする。いや、これは無理や、マルちゃんは無理や、タッチアップできません。ちょっと待って、梅ちゃん頼む、ね、ここで点取らないと、うーわ、まず変化球決まってワンストライク。赤、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 頼む、うまい、うまい、うわ、一塁アウト、これで3アウト。逆転のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせません。入らない、点が入らない、点が入らないよ。よく見ましたね、もうすぐ試合が始まる。いいボールでしたが外れています。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょう、ね、いや厳しいね。変化球が決まってストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。入りそうで入らないっていうのが一番ちょっと中野抑えてワンアウト。バッターボックス厳しい。6番松田、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ショート、前の打席アウトにはなりましたけど、ね、頑張ってるよ、1点で、1点でよう抑えてるな。そういえばこっちも伊藤さんも、いいところへ決めてきます。ストライクです。頼む、得意のボールでのらりくらりと。 OKOKOK、 ちょっと1球見せといて。アウトコース外れます。これだ、次が4球目、サークルチェンジ。よっしゃー、さあそろそろ行こうよ、そろそろね、皆さんちょっとストレス溜まってるでしょ。ほら打つのよ、打ってるのよ、うん、打ってるんだけどね。ノーアウトランナー一塁です。さあ近本ちゃん、時間もと、初球手を出してきません。うん、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけて。あー違う、打球は左中間へ。柳田、いや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 、さあ中野、同点のランナー、バッターは中野。ここはバントも警戒は、ね、違う違う、全然違う、はい、さあここは送ってくるんでしょうか。わずかに右に切りました、ファールボール、ボール、際どいコース外れました。いい、打ちました。うわ、マジで二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。捉えてんねんけど、これも正面ゲッツー。ちょっと待って、めちゃめちゃこの試合はストレスがたまりますな。ほんでこれや、うーわ、こら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 、ちょっと待て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 、
初球は何で来るか。バントしました。ナイスバントやな、ほんで。伊藤。アウト、ワンアウトです。点はやりたくないです。うわ。ワンバウンドヒットになった。タイム、ちょっと待てよ。これはなかなかしんどいことになってきた今宮。この今宮バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。タッチもセーフ。決めろ。よし。でかい、今のはでかいよ。追い込みました。ランナーここはスタート切りません。これどうや。よっしゃ。ギリギリ。さあ先打たれてるグラシアル。いきなり牽制、一塁はセーフ。決め。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。いいですいいです。これで2点入りますね。やはり総力というのは大きな戦力ですね。うわー、カウンター。ですよね。よし。あと高めいっぱい。で一球もう一球、ちょっともう一球見せとこう。このように料理していくか。釣り玉でしたね。これでしょ。できません。外れています。うわー、当てた。当ててきたね。これでフルカウント。どや。よっしゃ。危ない。ここは0点。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1点で抑えてるよ。マルちゃん。ドームからお送りしています。マルちゃん。6回の表に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります、バッターはマルテ。先ほどの打席でヒットを放っています。ああ違う、打ちました。左中間に上がった。この打球はフライになっています。違うんですよ。レフトが取りました。ちょっと待て、ちょっと待て。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ボール、まずはワンアウトを取っています。さて、このところのタイガースですが、ここまで2連勝。では太もた、膝元への変化球。いや、それは打てないよカーブさん。厳しいね。ショートが構えます。ん、掴んでツーアウトです。厳しいね。打席には5番バッター板山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。うわ、いやいか、取りました。ちょっとちょっと怪しくなってきたよ、ちょっとね。ピッチャーがな、どうするかな。4番から始まります。柳田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はなんとか頑張ってんねんけど。ホークスインサイド落ちました。いやー、ワンバウンドヒットになりました。なんとか頑張ってんねんけどな。柳田、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあどうしようかね。セーフ。まず何を投げてくるか。よし。初球 T。打球は宇宙間へ。オッケー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 。オッケー、ワンアウト。ワンアウトです。いいよ、大事。6番バッター松田。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ワンアウト。よっしゃ、これ持ち上げた。打球はセンターへ。よしよしよし。はい、ツーアウト。センターが取りました。いいよいいよ。いいですよ。バッターボックスには7番牧原。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね、はい、今度は思い切っていってほしいですよ ね、 そうですね。これでどうや、決めろ。ツーアウトになっています。緩いボールできました。決めてくれ。よし、これはバット出ず三振。頑張ってる伊藤正、頑張ってる。ちょっと7回の表追いかけるタイガースの糸原、先頭大事。バッターボックスは6番糸原。先ほどの打席は、いやー、ライトが取りました。先頭でないと。7番バッター、さあ佐藤てる。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。佐藤てるよ。武田、まずは先頭バッターを打ち取っています。佐藤てる、絶不調の佐藤てる。オッケーオッケー。ボール先行です。ボール、はいはいはい、ストライクが入りません。いいですよ。真ん中で待っとこうかな。ここは1球見ました。うん、
いやー、合わなかった。フルカウントになっています。いやー、いやー、流れ変えよう。サンタテ行こう。7回、8回、9回まだある。逆転のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。いや、これはふわ流れがずっとこんな感じ。ショート。よいしょ。おい、オッケー、ワンアウト。バッターボックスには代打のデスパイネ。デスパイネ。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね。この起用に応えたい。いいね。これが3球目。低めボール。これで、この配球でいける。オッケー。ツーアウトになりました。オッケー。バッターは DH、三森。前の打席のヒットは、さあショート、いいね、伊藤正が頑張ってんねやから、だからずっと頑張ってんやからさ。さあまたヤクルトに引いたな。よし、岡は合ってるよ、今日合ってる。バッターボックスには指名打者の岡はボール。今日はここまでマルチ安打を記録しています。1点取ろう。打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。あ、わお、アウト、ワンアウトです。わお、打順は1番に。さあ、しかもちゃん、バッター近本、近本中野で1点取れる 1,2 番ですから。大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。いやー、センター打球伸びる。合わしたけど、ここはセンターが抑えています。合わしただけ。バッターボックス中野、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。オッケー、ナイスキー。ここは走りたいな。これでマルチヒット。ここはツーアウトで走りたいな。マルテ行きたいな。そしてどこで走るかやね、これ。同点のランナーを一塁に背負います。どこでタイミングで走るかですよ、これは。そして塁上には俊足の中野。ここは堅守。いやー、走れた。警戒しておきたいですよね。ああ、やはりそうですか。あ、打っちゃった。一塁アウトで3アウト。ランナー出ましたが、タイガース8回の裏、ホークスの攻撃。8回、伊藤正、もうちょっと、ちょっと、もう、先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。ありがとう。さあ、このピッチャー交代がどう出るか。え、1、2塁間を破る。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。藤波頑張れ、藤波頑張れ。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット。これでマルチヒット。ん、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。ノーアウト満塁、ノーアウト満塁、もしかして。ノーアウト満塁ですか。そして打席には栗原が入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。ここでダメ押ししておきたいですよね。なるほど、そうですね。打ち上げさせたいよね。フライ、外のボール打った。さあ、面白い当たりになった。いや、フライやけど、タッチアップ。いや、痛いな。ご覧いただきましょう、終盤この場面で。痛いです、非常に。初球は何から入ってくるか。ふわふわっと上がった。非常に痛いです。ツーアウト、三塁一塁となりました。ちょっと相手ピッチャーを助けちゃいましたね。まあ、ただ、うーわ、これも危ない。いやー、追加点取られました。そして9回、さあ、そして9回4番大山から無失点の好投でここまで来ました。2点。ふわふわ、際どいところに来ました。2点ね。ああ、高めのボール、右中間に上がった。この打球は左になっています。
2点ね。2点。板山出てくれ。ショートゴロに倒れています。うわ、それやめて、それやめてって。全然打たれへんから、ね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ああ打ちました。高い打球、ここは打ち上げています。わお、センター掴んで2アウト。さあ2アウト、2アウトですよ皆さん。2点、諦めたらあかんよ。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。2アウトになっています。諦めたらあかん。さあ勝負まであと1アウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあファール、ファール、アウト、負けた。今日は見事な完封で勝利。いや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 、完封された。完投勝ちしたら完封返しされた。いや、序盤やな、全部な。全然点取られへんかった。最初のあそこで取っとくべきでした。伊藤正頑張ったけど。さあ今日の最後でございます。小川投手、ここか、ここか。うわ、 3.5 に広がった。小川投手どうやねん、おらんのか、ピッチャーおらんのか。え、小川投手でいけるのか。ちょっとここで変えようか。小野投手変えようか。2軍から昇格させようか。これでいこうか。しなくていいけど。これでいこう。さあさあ頼むよ。左は板山ですね。陽花は調子いいね。もう里照が調子悪い。うん、とはいえこうか。これでいきましょう。でちょっとこっちでやってみましょうかね。ユニフォームね、交流戦なんでね、相性良くなかった。お、ちょっと待って、始まってるやん。ペイペイドームからお伝えしてまいります。ちょっとね、ダゾーンやると重くなるんでやめておきます。阪神、小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人。いやー、誰、小宮山さん、東浜投手。小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどんな感じ、考えられてピッチングされてましたか。高速進化、ボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり。いや、嫌やな、こういうピッチャー。スローカーブ、変化球ね。うわ、いやいや、ナックルカーブ、いろいろ投げてくんな、おい。ワンボールツーストライクです。いろいろ投げてきますな。いやいや、そしてまっすぐ返る。高い打球センターへ、ここはフライになっています。うん、センターが取りました。なるほど。バッターは2番、狙うのはやっぱりあのまっすぐなんですけど。あ、新ロスさん、こんばんは。昨日も夜中までありがとうございました。そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。これが3試合目です。ドーン、合わせた。オッケー、中野くん行け。ゴー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 。オッケー、ナイスバッティング。バッターランナーは2塁まで進みました。新ロストハン来たらちょっと聞きたかったんですけど、新ロストハンね、来年、来シーズンまた新しいやつに変わりますやん、2023か。あかん、やめとこ。ほんならまた応援歌作らんとあかんのかっていうのをちょっと教えてほしいんですけど、知ってます？応援歌めっちゃ作ったのに、もう一回作り直し。点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあ、ここまで、うわ、いけた。ちょっとそれを聞きたかったんですよ、知ってたら。いいコースでしたね。頼む大山、4番やろ。わずかに外れてボール、きたー。よっしゃー、タイムリーやー。オッケー、1回からタイムリーヒット。
よっしゃー、なんか久しぶりの得点な感じがする。1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、OK、1対0、序盤から試合が動いていきます。よし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 、熱っ、さすが4番や。打順は5番、そしてイタちゃん。ホークス初回から先制点を許す形となっています。そうそう、あのまっすぐをね、打ち損じない、こう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 、そういうこと、このまっすぐを打ち損じないよ、これで3試合連続安打、ね、ようかは、うん、そうそう、そういうのは振らない、我慢、きた、うわー、正面、これはしょうがない、今のはしょうがないけど継承できるかと思います。あ、よかった、よかったです、ありがとうございます。何でも知っている新ロストコーチ。さあ小野投手どうなの、え、ほう、フォークボールか、ああ、初めて使うから。三森が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。そうそうそう、系統使いながらでしょ、もうこうなったら。いや、やめてです。オッケーオッケーオッケー、取れた。オッケー、ワンアウト。よし。2番に入っている上林。上林。まずは先頭バッターを打つ。インサイド落ちました。はい、上林はセンターフライ。センターが取りました。ツーアウトです。ごめんね、なんか上林選手。バッターはグラシアル。上林選手は悪くないんですよ。今シーズン10本、2桁へ乗せることになります。これはちょっと手が出ないですよね。よし、はい、外のストレートがストライク、よっしゃ、打ちました、この、いいね、三者凡退、オッケー、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。よし、さあ育てる、7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは佐藤、行きましょう。さてホークスの先発は東浜、今日が11試合目の登板です。我慢我慢、前回の登板は6イニング投げて自責点5、負けがついています。いやー、それそれ、攻めます、あっという間に2ストライクです。次変化球でしょ、引っ張った、高いバット、1塁そのまま入ってアウト、しゃないしゃないよ。8番バッター糸原、まずはワンアウトを取っています。さあ糸原ボール、うー、入ってきた、変化球持ってきました、ストライクです、スライダーね、はい、そういうこと、これよ、これです、狙いはこれ、皆さん、ね、たまに来るまっすぐをちゃんと捉えることです。うわ、これもいけんねんけど、カットボールもね、合わせやすいんですけど、低めであれば同じ球を続けても、うん、ボール取る、うん、なるほど、そうですか、いやー、合わせやすいって言うたんちゃうんかい。まあ、外のストライクからボールに、オッケー、合わせやすい、やめとこ、オッケー、ホークスピンチになりました。さあ、近本ちゃん、ここは2を取りたい場面ですね。うん、そうですね、ボール、よし、最初は変化球できました、打ちました、うわすぐはそんなところに、そんなところに、1塁転送はアウト、ダブルプレー、完全1、2塁間抜けたと思ったけど、そうなのよ、初球空振りです。すごい振り方したね。何を狙ってたんだ、君は。インサイド落ちました。これはどうだ。いやー。ダメね。先頭バッター出ました。ホークス。頼む。初球変化球は空振りです。おいおい、ちょっとマルちゃん、マルちゃん。出たよ。出たよ、うわ、しかもめっちゃ投げにくくなった、ピンチに弱いのか君、大丈夫、さあ面白い当たりになっている、抑えて、いやー厳しい、これは厳しいですよ、なかなか、栗原が入ります、さあワンアウトになりましたが、変化球打った、ほら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 、ほら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 、うわ、マルテが肘、マルテ怪我しました、マルテが怪我した、原口入れとくか、一塁に、いやー、プロスピン2023、そもそも何の機種で出るのか、あ、なるほど、
あ、なるほど、ありがとうございます。さあ、そして打席には牧原が入っています。さあ、チャンスが続きます。これは厳しい。攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかみたいですよね。なるほど、そうですね。ストレートを打った。ショートの右取った。これはどうだ。危ない。アウト。よし、先ほどのシーン。よし、アウトコース、ファウル。頼む、抑えろ。よどい球、わずかに外れています。157キロ。抑えてくれ。低め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。左中間へ。やめて、そういうのやめて。ワンバウンドヒットになった。危ない危ない。ストップストップ。 OK、 左中間への OKOK、 うわー、これはちょ待って、ちょ待って。まず牽制、三塁タッチもセーフ。やば。これが1球目。うーわ。ワンバウンドヒットになった。うーわ。サードランナーがホームに帰ってきました。ホークス逆。さあ、逆転したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。ちゃ厳しい。これが初球。初球から際どいコースをついてきます。この球は見送ります。厳しい。さあ、3球目は何か。うえ。になります。いやー、外れた。打ちました。間に合ってくれ、間に合ってくれ。よし、スリーアウトです。いやー、逆転。そうですか。小宮山さん、序盤をリードする展開なわけですが、この後どうまた追いかけるよ。必要になりますか。いや、もうとにかく無駄な走者を出さない。オッケー。この1点に尽きると思います。やっぱりね、日本シリーズを想定してね、当たるわけですから。やっぱり、まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、そんなことない。ストライク。打ちました。取った。アウト、ワンアウト。さあ、バッターは守備交代から起用されている原口。マルテに代わって原口です。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。はが、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってツーアウトです。こちらが先ほどの配球。マルテはしばらく DH。 あ、そうかそうか、 DH でいいのか。なるほど。初球ボール。2球目は何で来るか。なるほどね。ボール。バットが動きませんでした。まっすぐとカットボールをちょっと頭入れとこう。なんでやねん、入れてこいうて。なんでそれ振るねん。やばい、西武が1点先制してます。リアル阪神は。赤星さん、立ち上がりを攻めリードを奪っているわけですが、もう一押ししておきたいところですね。小野くん頑張ってくれ。こういう展開の場合は取れるときにしっかり取って優位に立っておきたいですよね。よし、そうですね。追加点を取れるのか注目です。一球見せといて。いいね、これでもう決まったよ。これで、うわー、よく見ています。インサイド落ちました。またファウル。間に合わんのかい。よし、見逃し三振。ワンアウトです。ズバッと。バッターボックス、グラシアル。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。頼むよ。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ、外してくるのか。いやー、嫌なところ打つね。ワンバウンドヒットになりました。これで、おまんはのらにぼしはん、こんばんはでございます。大丈夫。 OK、 OK、 ツーアウト。ツーアウトね。バッターは今日 DH に入っているデスパイネ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。よし、これで次が3球目。どうだ。3球目打ちました。 OK、 このフライはどうだ、落ちるか。よし、佐藤が掴んで3アウトです。腕の運動大事。そうでした、これでした。ランナー出ましたが、ホークス。さあ、1点バッターボックス追いかける展開。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。ボール、ボール、うん、そうですね。なんかびっくりマン。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。
いや振ってもた。なんで振るかな。追いかけたらダメ、ボールをね、追いかけたらダメですよ。ボール。いい。3球目外れました。ボール。よし。外れています。よしよしよし。来た。正面かまたこれ。いやー。捉えたらこれやもんな。切り替えて。に入っているすぐ切り替えて。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はしっかり捉えて。はい、オッケー。ナイスピン。ほら捉えてるよ、捉えてるよ、まっすぐ。いいよ。そうですか。いい感じではある。まずはワンアウト。いい感じではあります。バッターボックスは7番佐藤。佐藤でもちょっと先ほどの打席はヒットが欲しいです。ファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。うわ。持ってきました。ストライクです。おいおい、大きく枠を外してきます。うわ、さあ追い込んで次は何で来るか、まあ、バッターも手を出してくるカウントですから、あかん、打ちました。ここは打ち上げています。まっすぐか。ピッチャーが落下点に入ります。東浜が掴んでツーアウト。打順は1番糸原。糸原前の打席はいい当たりのヒットでしたから、うわ、まっすぐな、まっすぐと思っていけばいいねんな。そうですね、来た。インサイド落ちました。よし、ゴー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 。どうこれは。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。いけるやろ。行ってしまえ、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 いつもの行ってしまえ。セーフ、セーフ。大点に追いつきましたタイガース。2対2、振り出しに戻ります。ここはうまく引っ張られてしまいました。よう走った、よう走った、一気に行こう。いやチャンスマーチ聞く前に、よし追いついた、追いつきました。そして小野くんにどこまで、小野くんどこまで引っ張るか。いや、ちょっと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 、いきなりかい。バッターランナーは二塁まで進みました。小野くんがどこまで持つんだい。厳しいコースだったんですが、うまく打ち。さあ初球は何か、送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、危ない、シャドイタイミング、一塁アウト。さあ改めてお聞きしますが、この回どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうです、左中間へ。いや思いっきりもうタッチアップ1点や、もうもう勝ち越しです。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで勝ち越しに成功しました。しっかり自分のタイミングで打てて、早いな。初球は何で来るか。初球打ち。そしてヒットが続く。ちょっとちょっとちょっと、小野くんどうしようかな、小野くんどうしようかな。困りましたね、結構。まず何を投げてくるか。よし。決まりました。大山が掴んで3アウト。よっしゃ。今回ホークス貴重な得点が入り。もう一回もう一回もう一回ね。小宮山さん。追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。なるほど、そうですね。さあしっかり抑えていきたい。いや太もた、2球目打ちました。ちょっとここはフライになっています。サードが落下点に入ります。違う違う、バッターの中野、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、中野君の調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、好調で。おっしゃー、ツーベース、絶好調、中野君絶好調。 OK、 さあ得点圏、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあ原口、結果出せ。お、まっすぐが多くなってきたな、まっすぐが多くなってきたよ。チャンスよ。低め外れました。まっすぐで、あー打ち上げた、高く上がった、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。2アウトランナー2塁。さあ大山、さあそしてバッターボックスには大山が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。よしよしよし、そうですよね。ボールや、これは見送った。よし、ボールが決めろ。抜けた、抜けない、どこおんねん今宮、抜けない。先ほどのシーンリプレイ。マジか、あ
星さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ見ていて両投手、さあ小野君がどこまで引っ張るかですよ。ここまで来てるんじゃないですか、ね、よし、高めのボール打ちました。打球はセンターへ。よしよしよし、センター掴んでワンアウト。 OK、 バッターは3番グラシアル。まあ前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。よし、2球目も決まります。高めのボール掴んで、オーケーです。打順は4番柳田。オーケー、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いいね、前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。いや、三球目打ちました。大丈夫大丈夫大丈夫、あかんのか。いや、一歩目間違えたな、今のは一歩目間違えたな。ここはうまく引っ張っていきました。点はこれ以上はダメです。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。外際どい球、ボールになります。155キロ。いいね、インサイド際どいところ、もう打つなら打ってみろ、打ってみろ。いい、よっしゃ、タイムリーなりませんでした。ここはチャンスをものにすることができません。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。さあ行こう。ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。まっすぐを狙う、まっすぐの比率がだいぶ上がってきてる。これや、よっしゃ抜けろ、よっしゃ、ほら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 、イダちゃん、ほらほらほら、はい、オッケー、オッケーね、まっすぐを狙うんですよ、まっすぐを基本に変えれ、ヨーカはまっすぐ。なるほど、いけんこちゃなよ今のをね。ボール、よし、いいコースでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。ボール、よし、低め、これは外れた。よしよし、ボールや、よし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 、これは見送ってボール。ヨーカはスリーボール、ストレート、よし、え、タッチはアウト、ワンアウト。バッターボックス佐藤先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。なんでワンアウトランナー一塁です。ピッチャーゴロ、抜けるやろ、あのあれ、あんな強い球、セーフ、なんでやねん。さあまず1球目、インサイド見送っています。なんでやねん、ストライクになります。参った、これが3球目。なかなか参りましたよ、なかなか参りましたよ。これは、まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、インコースの引っ張った、三森、やめて、やめてあげて。一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがこれが1球目、際どいコースに送ってストライク。155キロがいきなり出ました。際どかったですよね。はい、インコースわずかに外れてボール、よく見ています。空振りになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。でボールになります。ボールかい、頼む。よし、小野くん、小野くん頑張ってるよ。インサイド落ちました。オッケー、さあよし、先ほどのプレー、よしよしよし、はい、ショート、いいまっすぐだ、オッケー。一塁アウトで3アウトチェンジです。深呼吸、はい、帰宅した旦那爆笑。3人で攻撃を終えています。玉旦那爆笑してんのか。宮山さん、ここまでネット力投が続いていますが、ベンチも見とけよ。考えてるんでしょうか。まあそうですね、ボール、まあ、そろそろ系統ということで感動の涙に変えてやる。そろそろ変え時なのかもしれません。ボール、じゃあボールじゃないけど分かってるけど、はい、打たない、ボールっていうことによって打たない、打ってたけど、いや、ショートが取る、ワンアウトです。さっきもノーアウト二塁でか、ちょっと戦略を考えないといけないですね、いろいろね、こうなったら。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か、まっすぐね、まっすぐを狙う。いや、ちょっと下叩いた、打球は宇宙間へ、
取れそうで取れないがずっと続いているのがね。そしてこのピッチャーの時に取っときたいな。いやー正面なの。そうですね、相手のことを考えればこの得点差は安全圏じゃないですからね。そうですよね、追加点。1球目打ちます。 OK、 ジャンプ1番小山くんいいね。先ほどのプレー小山くんいいですよ。空振り、スピードボールを持っています。ボールか、今の入れときたかったな。決めてきました。ストライクです。これでどうだ。ストライクです。決めろ。いた。よし、変化球空振り。さあ初球は何か。初球は際どいところに。いやいや、めちゃめちゃ頑張ってるやん小野くんも。大した前でボールになります。初先発でさ、こんだけやってくれたらいいですよ。内へのボール外れました。上林、インコース詰まりました。よし、セカンドゴロ、セカンドゴロってないね、セカンドフライヤー。オッケー。原が抑えてスリーアウトチェンジです。酒の当てにする。三者凡退です。ヤクルト勝ってる、ヤクルト勝ってる、オリックスに勝ってる。これはもう絶対落とせないよ。うわピッチャー変わったか。うわピッチャー変わった。さっきのピッチャーレースといなかった。何もいいやろ。ここは長打にも気をつけたいですね。うん、そうですね。うわこんなピッチャー打てるのかい。やっぱりこのまっすぐ狙うしかない。打ちました。いやなんちゅうピッチャーや。ちょっと待てい、ちょっと待て待てい。打順は3番原口。原口、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。おお。ワンアウトランナーありません。ボール、これは内へ外れます。いや今のは捉えない。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、オッケー、合わせた。ヒットになった。いいよ。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。さあバッターも板山。最後は変化球できました。ボールになります。うわコーナーをつきます。158キロ。オッケー、よう見た。低めのボール落ちないか。うわフライになっています。レフトフライ。いやーなるほど。8回の裏に入りました。ソフトバンクホークス、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは厳しいおますな。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ショート、オッケー。中野が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには4番柳田。まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。なるほど、頼むよ。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ボール、落ちる球を持ってきました。どうだ、打った、高く上がった。このあたりはどうか。1人抜けて2塁に向かいます。はい、バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。ヒットを放っています。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。次誰、デスパイネ、どうするか。いない。いないぞ。ここは続投じゃ。さあ、そして打席にはデスパイネが入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。よっしゃ、振ってくれた。そうですね。うわあ！大丈夫か？おお、取った。危ない。いった思った俺。音が。つなげたい場面でしたからね。頼む。まあただね、次が彼ですから期待していいと思いますね。その期待に応えてほしい。栗原がバッターボックスです。
よし、どうだ、決めろ。変化球打った、高いバウンド。よし、セカンドが抑えた。危なかった、ちょっとファーストやったの。よっしゃ、抑えた。森、さあソフトバンクの守護神打ってやろうじゃないか。陽川、まっすぐ狙おう。うわ、やめて、そんなんやめて。やめて、連投やめて、まっすぐ来い。なんやそれは、動いたぞ、なんか動いたぞ。ワンアウトね、ワンアウトね。バッターは7番佐藤。先ほどの打席は狙うしかないやろ、ここは佐藤てる。ワンアウトランナーありません。さあ守護神森がタイガース打線の前に立ちはだかります。いや、動かしてもた、最後動かさなければ。ツーアウトからでもいける。みんなツーアウトからでもいける。ショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね。これでスリーアウト。うわ、負け越した。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか逃げ切りました。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあこういう感動の涙が普通の涙に。普通の涙ってなんやねん。負け越しかい、ソフトバンクに。まるで肘を痛めたようです。若干違和感が残っているとの報告がありました。報告ご苦労様。なんていう、なんかこのキングボンビーみたいな色ちゃう、これなんか。キングボンビーかミニボンビーかみたいな。マルテでしたっていうね、最後ね。ええわ。試合出場できそうです。だから要は DH でいけるんじゃないかってやつね。そうですか、連敗ですか。そして交流戦はオリックスと。最後はね、今日はもう以上で終わりますけども、一回じゃあセーブします。 4.5 に開いたかな。 4.5 に開いたよ。ちょっとヤクルトとの、ヤクルトがちょっと交流戦でも強いな。 4.5 に開いてしまいました。残り77ゲームで、強いな。そしてカレンダー、オリックスとの交流戦、最後3試合が残っております。はい、今日の試合はこっちやもんね。今日本当の手、矢野阪神はここ戦ってますね、西武。はい、そこ西武には私2勝1敗でございますんでね、3連勝してください。2カード連続勝ち越してたんですけども、そうか、そうやね、マリーンズに負け越したのか。日ハムに勝ち越して、ソフトバンクに負け越して、さあオリックスどうなるのかというところでございます。はい、ありがとうございました。今日はこんな時間にやっておりました。誰も設定に口出さなくなった。ほんまやないか、最初だけやないか。一応途中からの人もいるかと思いますけども、設定ね、抜き打ち設定公開っていうのをつけました。まあやってないんですけど、設定チェンジは一切やってないんですけど、どうしてもおかしいぞって思うときは設定公開しろとね、チャットで言っていただければ、途中でね、その時点で設定をお見せしますんで。はい、俺のことが信じれない方は、まあこのまま、今何になって、お任せのなんかね、一応今見ときますか、なんかこんなこと言うてるから、一応見ときましょうか。なんか面白いじゃないですか。どれやったっけ、これか、ユーザー設定か、これのコンピューターですね、これですね。コンピューターお任せ、スピリッツと強いでね、変えておりません。皆さん、はい、いいですね、大丈夫ですね。スピリッツは最強、そして強いお任せでいっております。大丈夫ですね。はい、というわけでございまして、あ、見せてないんや。見せてない。俺だけ見てた。うわ。ちょっと待って。
俺見えてるもんやと思って喋ってたら、俺今変えたみたいになってるやん。じゃあ何してんの？え？開幕戦のアーカイブを見たらわかる。あ、そうなんだ。あ、そういうことね。画面出てないやん、ほんまに。ちょっと待って、これでさっき俺見せますね言うて、これをずっとやってたんですよ。どれやったかな、オプション設定の、今更ですけどね、ユーザー設定のチームプレイのコンピューター、ほら変えてないでしょって言ってたんですけど、今見せたところで今ね俺映ってない時にこうしたんじゃないか説っていうね。まあそれでも負けてたけど、巻き越したけど、なんだこりゃ、何をしてんだよ。はい、変えておりません。大丈夫ですね。あのバッティングの方もね、こういうやつね変えておりません。デジタルスピード関係ないでしょのね、アシストレベルも変えておりませんね。見てたね、見てたね。はいもう、いや、また今おかしいの、なんかもうエンディングに入ったしょんで間違えたボタンを押した。はい、というわけでございました。ありがとうございました皆さん。え、強いじゃなくて初期はパーフェクトだったわけで、あ、ドア玉ね。ん、バッティング、え、コンピューターのバッティングでしたっけ。強いじゃなくて初期はパーフェクトだった。あ、嘘、それも覚えてないですわ。強すぎてやめたんか、ボコボコにされてやめた。途中でこれにするって言ったんやったっけな。なんかちょっとその辺が定かではないけど、パーフェクト、あ、パーフェクトから強いにしたんですよね。あれ、強いの上がパーフェクト、あれ覚えてない。そうか、開幕戦を見ればいいのか。ありがとうございました。それでは、毎度お気に、お気に、毎度でした。負け越し、上林。ロストはそうでしたっけ。なんか今でもちょうどええ感じやと思うんでね、序盤で結構変えたと思うんですけどね、早い目でね。このままいきます。お気に入りでございました。